企業イブラシューでは召喚時に相手の DP5000 以下のカードを手札に戻す強力な効果を持っている。先制もできるが投稿主のプレイング技術ではかなわぬ夢となっている。はい、じゃあバトスピンやっていきたいと思うんですけど、でね、何回かバトルしてお金がね、今4730円、これ学生にとったらね、だいぶ大金なんで、ちょっと大事に使いたいんですけど、まあ、ちょっと今ね、バーってちょっとデッキ色でちょっとパックをね、ちょっとチラチラーって見ながら、ちょっとどんなパック買おうかなって思ってたんですけど、見た感じなんかこれがね、なんか見た感じ結構良さげなカードが結構入ってる印象だったんですよね。まずね、自分、うん、さっき、白のデッキを前使ってたと思うんですけど、まあ、その強化パーツ欲しいなって思って、で、ちょっといろいろ探した、ここにあるね、白の X レアがめちゃめちゃ相性いいんですよね。このブーブルガーディアン、スキルウィング。この何、ガンダムに出てきそうな超かっこいいロボットなんですけど、で、このカードがね、なんかフラッシュのタイミングで、このアクセルってやつがフラッシュのタイミングでいつでも、このコストを支払うことで使える効果なんですけど、呪文できるか2枚オープンできる。その中の系統、先生と武装か、グランストーンも使うと1枚コスト支払わずに召喚廃止できる。で、まあ、この効果が、あれですね、武装と先生を持ってるカードばっか、イグドラシューとか、ユグドラシューとかね、結構持ってるカードが多かったんで、で、まあ、バーストとかもね、結構持ってるカードも、何枚かあったんで、まあ、これ入れればね、だいぶカード強化できるんじゃ、デッキ強化できるんじゃねえかなーっていうふうに思いました。まあ、あとはね、なんか下の方にね、だいぶ僕が見覚えある X レアがめちゃめちゃ多かったんで、まあ、ちょっとここの X レアも欲しいなっていうのも、ちょっとありますね。このソードブレイブとかね、僕、ソードブレイブでなんか、ちょうどそのタイミングで、あれかな、ちょっとバトスピア離れちゃったから、まあだから、ね、最後にハマってたバトスピの時代だったから、すごい、ね、思い出が強いんですよね。はい、まあこんな感じいろいろね、まあ他にもその武装のカードとか、まあいろいろあるんで、まあちょっとここら辺のカードね、ちょっと中心になっていきたい。で、まあ、あとは赤のデッキでね、このサジッターポードラゴンテンバランスっていう、もういかにも馬神ダンが使うためのね、カードがあるんで、ちょっとこれもね、なんかデッキパーツとして、ちょっとこの、X やカードはね、いっぱい持っておきたいなっていうのもあるし、まだね、この、見てください、これ、グランウォーカーのバシンダン。ダン3だね、これでは。ダン3の方のね、バシンダンのグランウォーカーもあるんで、まぁ、ちょっとこれも手に入れていきたい。これ、リーンジーブって人、これはね、ちょっとわかんないです。多分なんか、なんとかのミラージュみたいな感じのね、なんか別のアニメみたいな、このバシンダンのなんか世界観は同じままのなんか別のアニメがあるらしいんですけど、まあ、そのアニメに登場するキャラクターなんですかね。まあ、的な感じでね、ちょっといろんなカードもあるんで、これね、シークレットめっちゃかっけえよね、これ。オーバーデイ。なんかこの中リバイバルだけど、シークレットのイラストは前にもいくつかあったよね。なにこれ、クロノス。なんか出るゲーム間違えてる。なんかね、デビルメイクライとかに出てきそうなキャラクターですけどね。じゃあちょっと、ナビ変えるだけ買っていきましょうか。あ、最大10パックなんだ。なるほど。まぁ、ちょっとね、この後10パック買った後にもうね、スーパー買っていきましょうか。目指すは白の強いカード。お！あ、1パック9枚入ってんだ。へぇ。今の、あれかな、バドスピも1パック9枚入ってんのかな？楽しみだね。何が入る？白、白来い、白の X や。お！まあ嬉しいけどね。嬉しいけど、まあできれば、お、いいね。シドのカード嬉しい。あ、紫。ちょっとね、光ってるから色がちょっと分かりづらいんだよな。ウィットゴルグ、クレートインパクト。お、メガナインテイル。これさ、X レアじゃなくてマスターレアなんだよな。これ X レア持ってたからな、リアルのやつ持ってたからちょっと悲しいな。なんか X レアからマスターレアになってるのはちょっと、好きなカードだと悲しいな。やったぜ。ただサジッターポードラゴンゲットしましたね。お、X レア2つあるじゃん。これさ、X レア出やすいパックなのかな。めっちゃ出やすいんだけど。お、なんか強そう。白これ。お、何これ。あ、これあれじゃん。シークレットじゃん。強そう。まあでも紫だから使わない。出たー！出てるゲーム間違えてる人。世界観なんかもうちょっとなんかダークみたいな、ダークファンタジーに出てきそうなキャラクターしてるな。ちょっと行こうぜ。どんどんパック引いていこう。パッケージのやつ出ちゃったからね、もう。お、いいね。光ったやつが。金が一つと。ああ、でも、ベガスパース。でも、結局なんか、ここで1枚当てても、あんま使えないんだよな。やっぱ2枚、せめて2枚以上は欲しいからね。で、クロノスもういらない。クロノスは正直いらない。あ、でも、青だからギリ、使えるか。青だからギリ、最初の構築済みデッキの、デッキに入れることできるかな。お、右から2番目が、あ、シーケットかな、多分。さあ、何が出る。え、あ、塩だ。ちょっとこれ後で効果見てみようか。これ多分シーケットのはず。あ、違うか。マスターレアか。あ、でも、ソードブレイブだね。
この、なんだろうね。これ10だっけ6だっけこれ。下のマーク。何の数字だったっけな。サンライズミラージュ。いいね。キャノンジョイ。どんどんちょっと強化パーツ手に入れていきましょうよ。できれば同じ、おマスターレアが出たー。で、あれで紫、緑の闇の、エクスレアのね、やつだったかな、確か。お来たね、緑。緑緑だね。ちょっと緑のデッキも、組みたくなっちゃうじゃないの。お白のね、これもね、アームズオーガナイザーも結構いいカードなんで、デッキに、白のデッキに、めちゃめちゃ合うカードなんで、ちょっとできれば隠してほしいですけどね。おなんか光ってる。めちゃ光ってるぞ。あ、関係ねえか。あ、フィアラで、懐かしいな。フィアラ懐かしいね。スナイが出るみたい。あんま出ねえか。はい。はい、と。OK。まあでも複数欲しいからね、同じカードが。一枚だけじゃなくてね、複数欲しいんで。このカードの複製とかできないのかな？お、来たね。お、待って。いいカード。シークレットじゃん。オーバーデイじゃん。欲しい。3枚欲しいな、オーバーデイは。シークレット含めて。やったぜ。いいね。シークレットはどんどん欲しいからね。お、なんかこの、あ、これ買ったやつはデフォか。お、2枚買って、白これ、白の癖は欲しいな。お、ストーリーティア。美しい。あ、鳥。クリティッカーが成長して、ストレッチアイなのかな？タイムミラージュ。ちょっと待って、目がしぶしぶする。シンクルドサルクス。白、お、来た！いいね、スキルウィング。あと2枚欲しいね。いいね、白のカードどんどん出てくるね。あと何パックだ？ちょっと、内容に夢中になりすぎて、今何パック開けたか全然覚えてないわ。メカニエル。バトスフィアカード、やっぱかっこいいカードから、かわいいカードからいっぱいあるから魅力的で、おいいね、2枚目。これちょっと、デッキ組みたくなっちゃうね、サジッターボダゴンの。もうちょっとパーツ集めてからね。どうしようかな、もう、裏でさ、動画の、以外でも、バトルしまくってお金貯めて、パック開封会でも作っちゃおうかね。ビューダダー、おなんか、でも下のマーク何なんだろうね、あれ。とりあえずもうこのパックを開けまくって、シオネクスではちょっと3枚欲しいなぁ。どれが出た？あー、つうか、グランウォーカーのダーン出なかったな、バシンダンが。これいいよね。パッケージの、パックのね、パッケージにいたキャラクター、ドラゴンが、このシークレットバージョンが、当時発売されてたソードブレイブの、このシャイニングドラゴンの、このシークレットのイラストがパックの印刷されてたんだよな。いいね。メイルストーム10。これね、なんだっけ。相手のデッキ破棄効果倍数。これなんかチャージとかね、あったような効果が。で、この塩のやつよ。塩のエクスレアさんよ。いいね。これ出てきたら嬉しいね。これがね、多分、ライト、先制と武装。先生と武装も、両方持ってないとダメってことなのかな？まあ、でも、使いやすさは抜群だと思うんでね。ちょっと楽しみですね。どんどん使っていきたい。ミラージュとね、相性いいのかわかんないですけど、まあ、ちょっとね、どんどん買っていこうぜ。じゃあ、あと5パックね。ちょっとね、このパックはちょっといっぱい開けてーな。はい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 。お、いいね。あ、チームがなんか、あれだな。ソードブレイブのあの青の光の青のやつとちょっとキャラ似てるな。空手家でね、ちょっとなんか後ろに髪言ってる人みたいな感じだったもんな。お、XA ありますね。カモン白。お、3枚揃っちゃったよ。知らない間に3枚揃っちゃった。いいね。でも3枚揃うのはね、いいに越したことないですから。つか、グランウォーカーの段が出てこない。1枚ぐらい出てくるかなって思ったんだけど、全然出てこへんな。1枚ぐらい出てきてくれてもいいんじゃない？お、来た！と言いつつ来たね。これできれば3枚欲しいかな。やっぱレア枠なんかな。マスターレア枠か。X レアよりもマスターレアの方がレアなんじゃないかって思うぐらい、全然出てこへんもんな。お、と言いつつ、闇の赤のソードブレイブが。ガルガリン、ベニック。お、いいね。ネガナ、あ、シクレじゃん。超かっけえ。シクレ超かっけえじゃん。いらない。白の X レアが欲しいんだよ、俺は。緑はね、ちょっと、今は、ちょっと専門、お、待って、あー、しまった。早く、1枚目だったから。でも緑なんだよな。どうしよう。これいっぱいパック買ってさ、3枚揃えた方が良さそうだな。やっぱ1枚だとね、ちょっと、あれ安定感ないもんね。手札に入ってくる。あー、シオン出なかった。まあ、とりあえず、今日は、どうしようかな。とりあえず、まあ、今のままで、行くか。ちょっとある程度カードの枚数が揃ったら、ちょっと新しくね、ちょっと、カード追加しようかなっていうふうに思います。クロノス、結構まあ、このね、グランスキルのボイドのことで、青一色の転生前のネクサスを一つ裏返すっていう効果が強いけど、この下の、系統時間ってねえもんな。
ちょっと使いづらいかもしれない。ちょっと見たことないもんな。そういうの誰も持ってないもんね。これはまあ仕方ないね。うん、が来るの使えるかなって思ったけど、せっかく2枚ゲットしたから使おうかなって思ったけど、あんま使わない感じだったもんな。でちょっとまあ今回はバトルしていきましょうか。ゲート刺激デリゴーデリゴーデリゴーヘアウィーゴー。まあ今回はねちょっとデッキはあんまりちょっと変えずにいきたいなと思います。ちょっとあのデッキに面白みを持ってるために見てくれる人はちょっと申し訳ないですけど、井ノ原先輩が僕の入部を認めてくれる人、否定的な人、十人十色だ、まさにこのことやね。今日ティーチングしてくれる先輩はどっちだろう。でも今もう無知雨、無知ってきたから次雨でしょ。さすがにもう、ね、一回もう二回無知受けたからちょっと雨来ないと、トウヤくんもちょっと倒れちゃうからね。お、来たな、トウヤ。今日の相手はこいつだ。今日の相手はこのゲ、今日、こいつだ。カイダアクト、ドゥーム、あれだ、チャラオだ、チャラオ。2年生のカイダアクト、メインで使ってる青属性、よろしく。青だね、やっぱり。じゃああとは、指導じゃなくて、あとは、緑か。緑と、よろしくお願いします。カイタ先輩。アクトでいいよ、アクトで。ヒカルと一緒で大丈夫と。チャラ男で行きましょうか。チャラ男だね、多分。はい、それじゃあ、アクト先輩、よろしくお願いします。おう、よろしく。合ってるかな。そういう感じ、人に興味ないみたいな感じかな。誰だっけ。おい、カイタ、お前な。これちょっと無知無知か無関心。人に無関心なのかな。すいません部長、聞いたと思うんですけど忘れました。たくお前はトウヤ悪い。まあでもそういう結構でもでもこのねこっち側の気持ちはわかるな。人の名前を覚えるのすごい難しいよね。2回目やってギリ覚えられるかっていう時もあるし、にじみやね。 OK 覚えた。もう忘れないから大丈夫、絶対忘れるじゃん。でもあ、じゃあこのバトルで印象付けよう。このバトルで印象付けましょう。あの、それだけですか？え、他になんかあんの？バトスピア。ね。あ、僕の入部について何か、ん？あ、わ、単純にこれ忘れっぽいってだけじゃないよね。大丈夫だよね。トヤ、安心しよう。カイダはそういう細かいことは気にしねえから。俺の名前も細かいことに入れられてるってわけか。というか、分かってねえから。え、なに、脳筋キャラってこと？あ。で、なんで俺呼ばれたんですか？いやーよかった。なんかそういうね、投薬に興味がないとかじゃなくて、単純にバカなだけだったか。ちょっと脳みそかな。おい、カイダ。お前本当はこの間の話全部聞いてなかったろ？いやいやいや、聞いてたっすよ。ただなんか難しそうな雰囲気っぽかったんで、まったまに全く入ってこなかったっす。なるほどな。止め聞き逃してんじゃねえか。まあなー、そういう、まあしょうがないでしょう。学校大丈夫なんかな？バトスピューリー。勉強がちょっと不安になっちゃうわ。あ、もみくちゃもみくちゃ。イチャ。あ、だ、ギブス、防御が反対。ふふふ。トウヤくん何を見せられてんだ。今日はバトスビしに来ただけなのにね。あれだ、先輩のしばきが。しばかれたが。どうはでいいわで、トウヤ心配すな。カエダはちょっと、いや、かなり抜けたところはあるが、バトスビの腕自体は確かだからよ。まあ、青だからな。ちょっと青 VS 青でいこうか、今回は。え、変。いいね。でも、脳天気な感じ、ちょっといいな。俺もちょっと参考にしたい。この脳天気さっていうか、あまり物事を気にせずに、ガンガン前へ突き進むその姿勢、ちょっとあれだな、見本にしたいな、見習いたいな。で、もしかしたら俺、にじみやとバトルするんですか？相変わらずやな。はい。ああ、だな。じゃあ今日帰るか。ああ、そうだそうだ。これからトヨタバトルしてもらう。ただし、目的はティーチングだ。だから本気で来んなってことよね。トウヤはしばらくバトスピやってこなかった。だから今の青属性のことをバトを通して教えてやってくれ。聞くなんか紫、クラキさんだっけ、あの、青属性のさ、バトスピの、結構わかんなかった。あんまりわかんなかった。結局、コア除去だよね、みたいな感じで終わっちゃったもんな。いいか、本気は出すんじゃねえぞ。目的はティーチングなんだからな。いいな。あのね、大事なことは2回言いましたからね。はい。なんかよくわかんないですけど、要は勝てばいいんですよね。お、言うね。こっちだって本気だからね。え？ああ、もうすでに、スマントや。青属性のデッキは大きく分けて2つ。お、あ、だから、あれか、俺の構築前デッキが回ったやつは、なんかドローンみたいな感じであったけど、コアブーストみたいな感じであったけど、って感じか。コスト破壊や、連続攻撃で相手のライフを削り切るタイプと、デッキ破壊を軸としたタイプだ。青って結構万能ってイメージあるな。海田が使うのはデッキ破壊だ。デッキを消し飛ばされる前に勝負を決めろ。いいね。そっちの方が燃えるわ。俺ちょっとデッキ破壊のデッキ持ってないもんな。
よし、それじゃあ行くぞ。覚悟だ、西宮。お、目つきが変わった。バトルになって目つき変わるタイプか。いいね、なんか、そそるね。何がとは言わんけど、なんかそそるね。じゃあこっちも、青で行くしかねえだろ。青には青ぶつけんだよ。ドラゴンタイプはドラゴンタイプ。ポケモンのドラゴンタイプみたいな感じでね。よろしくお願いします。青属性を今回は使わせていただきます。お願いします。いいバトルを、いいバトルにしましょうね。合言葉は、セクシー、ノー、ギャラクシー。行くか。40枚。いや、3バオにしようよ。青属性使うんだったらよ。まあちょっと無茶ぶりはね。オッケー、勝った。いいね。じゃあ、高校いただきましょうかね。あっざーす。ここはあっざーす。ゲートオープン開放。いや、でもだいぶね、バトスピ、慣れてきたね。今のバトスピにも。うん。だいぶ、やり、ね。ネクサスとかもね、ちょっと、効果がね、だいぶインフレしてますね、見た感じ。うん。もう1ターンとか2ターン目とかで、普通にもうエクスラとかボンボン出ますからね。じゃあ、ドーステップ。いいね、いいカード来たんじゃない？あんまこれ見たことないな。召喚時か、召喚。ターン2回自分でか2枚ドドしたとか。じゃあ、まずはまあ、C フォースもいいけど、まあ、ビーナを配置しとこうか。グランウォーカーが地味にね、使われるときあるんで。ネクサス置いて、系統期限を持つ自分のスピードで回復させるか。で、まあ、これで入って、で、転生カード1枚加えるでしょ？いや、これがね、地味に強いよね。これでどんどん手札に加えてってって感じよね。ああ、でも4つだよね、コアが。ああ、しまったな。あれ？あ、そっか。経験値もないのか。まあ、いいや、とりあえず、ネクサス配置しとこう。まあ、最初はこんなもんでいこうよ。で、これ配置。で、なんもないもんね。コアなんもない。なんもない。でも相手戦、大体なんかな？この、後々、ちゃんとコンボとか決めてくんのかな？マジで今んとこの敵がね、1ターン目とかに何もしてこないから、本当にね、なんか今は余裕で勝てちゃうって感じだよな。やっぱね、バトスピ初心者に対して、作られたゲームなのかな？だからあんまりね、もう全然アタックしてこないんだよね。ライフはね、減らないんですよね。ジークブルームノバで、ライフの回復効果とか、せっかくあるっていうのに、すぐうまく使えないっていうのがね、あるんですけど。どうしようかな。でもこれな、せっかくシャークマンで出たけど、あれやもんな、カーティス出した方が良さそうだな。これコスト4以下だから。で、このカーティスの召喚時、2つ目の効果が手札1枚破棄するんで、で、それを防ぐために、もうちょっと怖い道で、で、こっちにコア置いといて、で、これで、レベル2の、あー、アタックステップか。なんだ。じゃあいいや。で、アタック時効果か。で、じゃあこれ2で召喚しようか。2で召喚しといて、で、1で、じゃあ召喚しといて、って感じで行きましょうか。で、これで、あれ、このスピードは召喚。召喚したよね。召喚、あ、相手の効果か。あ、ほんと、本来のコストが3以下の、あー、なるほどね。あ、これ超強くね、アーマディド。へー。あ、でも自分も破棄されないんだ。なるほどね。強力な効果だから、まさかと思ったけど、そういうことね。いやー、これちょっと相手強いなー。あ、でもアタック時効果はね、使えるから。まあ、これはちょっと使っておこうか。なんか使えるこれ。なんか使えるんですかこれ。あんま使えないか。ちょっとアタックするか。レベル2にしとく？青一色のスピードの効果、どうしたとき、相手はどうしたとき、手札が増えたときの効果は使えないか。まあ、コア置いといて、あ、待って、ミスった。で、これでコア移動しといてって感じにしとこうか。いいね。このカーティスなんやかであんま使ってこなかったから、ちょっと使っていきましょうか。待って、これで手札で、で、これでマイナス1枚するから、単純2枚ドローだよ。アタックスだけ2ドローってマジで強いでしょ。常時ダブルドローだよ、常時ダブルドロー。で、これで、でも選択しなくていいんでしょ、これ。これさ、これ、あれどうすんだこれ。選択確定、あ、そうか、あ、名前合わせに確定でいいのか。そっか。OK。新しく操作方法学んだ。フォーマーは操作方法を一つ覚えた。よし。じゃあ、これでアタックしていきましょうか。ダイレクトアタック！ナイス！で、これでまあ、次のステップやろうか。OK。いいね。だいぶ、慣れてきたんじゃない？まあ、あとはね、青の世界とか、X レアが出てきてくれれば、だいぶ展開が早く進むって感じなんだけどね。考えてこれ X テアなんだよな。1コアの X テアって見たことねえぞ。最低でも2かな。見たことあるな、最低でも2かな。これちょっと破壊して。相手スピット多いから破壊してな。ドローいいカード来いよ。X テアこれ。青の世界、来たー。
言ってるそばが来ちゃったぜ。だこれは、とりあえず配置しとこうか。まあ、1個まで配置できるんだね。配置だけしときましょう。配置、OK。で、グランウォーカーすべての子、空いてないもんね。まあ、いいや。で、これなし。どうしよっかな。こう、あとなんか3個か。3個あるから、まあ、2のやつを召喚するか。あー、でもな、手札効果受けない。もうあるもんな。まあ、あれだな。あの、ソウルコア。あー、コネクサスに自分のソウルコア置いて裏返せるだもんな。どうしよう。悩むな。一旦ここの、コアを移動させておいて、で、ここに1個でしょ？で、こっちに、あれ？あ、ちょっと待って、こっちにコアを1個置いて、で、こっちに1個置くじゃん？置いて、で、2で行こうか。これで1体、召喚しようか。ネクサス、まあ、あるから、召喚しとこう。で、これレベル1にしといて、で、感じにしとこうか。あ、そうか、もう、召喚し効果使えねえじゃん。まあ、とりあえず、これでアタックして、で、このネクサスを、あれだな、カウント、あれだ、5以下に、5以下だから、これアタックしたらできるな。で、これで、で、アタックして、これ単純にさ、2ドローできるから超強いな。で、これで、破壊せずに済むからって感じよね。で、これ確定と。いや、いいね。青だけど、なんか、デッキ破壊って言うけど、あんまデッキ破壊してこねえな、相手。デッキ破壊っぽくないな、今んとこは。やっぱさ、早く倒しちゃうからさ、もうすぐね、敵やられちゃうんだよな。じゃあ、ソウルコアを置いて、発動。いいね。転生いきまーす。青き偉人。超かっけえ。いいね。やっぱり、なんとかの世界って強いんだな、みんな。少なくとも青の世界は強い。で、これは、アイトスピリッド測る。これマジできつい。こいつがマジできつい。こいつ今回召喚時効果発動できねえんだよ。よし、ナイス。アタックしとく？DP。まあ、別にこれ破壊されないからアタックしとこうぜ。アタックしとくだぜ、これは。でもどうせ相手アタックしてこないもんな。だからどうせね、スピット、ブロック用のスピット置いといてもあんまり意味ねえんだよな。だからひたすらアタックしとこうぜ。いや、ちょっとぬるゲーだな、今んとこは。今んとこはちょっと、相手があんまり強いとは感じないな。じゃあこのまま終了しちゃおうか。でもこれね、まあ、仮に一気にスピット一気に、5体召喚してきたら、さすがに終わっちゃうけど。ゲームオーバーなさそうだね、このゲームでは。やっぱりバトスピー昔やったことあるし、結構ガチガチに買ってたんで。あ、なんか待って、ミラージュかあれ。ミラージュかこれ。配置してきたぞ、相手。うわ、なにこれ。バベルゴレム。1個待って、ちょっとこれ見たい。先生持つ。なんか強そう。ブレイブのコスト無視してコスト4かの。これセットとかあるけどさ、破壊、これなんか、このミラージュのやつがいきなりドンってフィールドに出てくることってあんのかな？ちょっと怖やば、起爆剤があるよ。どうしよっかな。ちょっとあんまり強いカード来てないから、まあ、アルバ君で。アルバ君で、ちょっとここは、あれ、様子見ていこうか。ネクサス置いて、OK。いいね。いや、今んとこね、アルバ君、この転生ね、これうまくできたらいいよな。あ、待って。で、これで、はい、マイナス1、あ、いいのね。で、これでアタックしとこうか。このカードがなんでこれビッグマークついてんだ。で、これで、オッケー、アタック。ブラ、さすがにブロックするよな。オッケー、ありません。ありませんよ、こんなね。つか、本当に展開しないの相手。コアね、せっかくリザーブにハッカーのにもったいない。宝の持ち腐れというか、コアは宝やからな、バトスピンにとってはな。僕の勝ちで、俺の勝ちで、もう、お、あ、違うか。単純にあれだ。2ドローしただけだ。マジで、ドロー、これ強くない？これとさ、あのネクサスの相性めっちゃいいんだけど。いやー、やっぱ構築済みデッキのまま戦うのがいいんだ。うわーん今すげー叫び方しなかった。足で踏み潰された時の叫び方してたよ。うわーん嫌な叫び方や、ちょっと。悪意。ちょっと、なんかすごい罪悪感な叫び方やったな、今。引いちゃったみたいな感じやな。なんとか勝ってた。ありがとうございまーって、あ、なんか、白目になってる。目から光が消えてる。ヤンデレ気質か、これは。戦闘譜のウルトラマンみたいに活動制限みたいな、活動時間の制限みたいなやつあるんかな。あ、アクト先輩大丈夫ですか？しっかりしてください。真っ白になっちゃったよ。あー、気にすんな。いつものことだからよ。やっぱバトスピには愛情はあるんだな、めっちゃ。
多分今のバトルで何かもできない改良点を見つけたんだろう。それについて考えてんだよ。脳みそフル回転させてるわ。そうなんですか。やば、ロボットみたい。再構築みたいな。再構築中みたいな。三つ国。改まってね。いろんな人がいるんだね、うちの部。まあ、変わり者ね、多いからね。まあ、カードバトラーはね、変わり者多いですからね。ああ、まあ、そういうもんだよ。うん。まあ、東也くんももしかしたら、今はね、あまり気づいてないだけで変わり者の可能性もあるもんね。じゃあ、ちょっとこのまま行くか。どうする？ちょっと白のデッキね、ちょっと見れるとこあったらちょっと改良していくか。今の時点で、あ、今さ、あれだ、買おう。この溜まったやつで、ちょっとショップ行って、で、パックを買おうぜ。で、さっきの、あの、新停戦編4弾を買います。で、これであれだ、このメタスは、この塩の X で出しましょうや。あ、もう3枚あるのか。これ強いと思うんだけどね。アクセルだいぶ効果変わったな、リバイバルで。もう、原型ねえじゃん。原型とどめてないよ。ネガナインテイでもこれ使いたいけど武装じゃないもんだよな。もったいない。そこはちょっと武装であってほしかったが。まあね、これをメインで使う。これもうね、緑めっちゃ出てきてたもんな。もうええよって感じやな。さ、ザ3。21橋だ。すごいなんか、鬼滅ブームにあやかったって感じかな。じゃあ5パック買います。恋しようの X レア。カモンカモンカモン。カモン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 ベイビー。ウランナあって、あ、でも、アルデウスもこれが紫のマスタリアなんだ。あとバシンダーなのグランウォーカー欲しいな。もう1枚。お白声。わー出た。もう外れおじさんになっちゃったよ。クロノスって言えばなんか時のね、神みたいなとこありますけど。いやー、ちょっとやめてよ。そうやってさ、持て遊ばないでよ。白であってほしいんだよ。一番クロノス、でもクロノス食うとなんか安心するわ。なんか実家みたいな安心感が、もういいって、もう。アンバランス。お出たね、ダン君。ダン君は何もやってもいいですからね。いや、ダンさん、ごめんなさい。ダンさんですね。クロノスもいらんって、でもね、実家のような安心感あるからな。なんか、帰ってくるときに肉じゃが作ってくれそう。エプロンしてく、裸エプロンしながらね、なんか、作ってくれそうだもん、肉じゃがとか。このミラージュね、ちょっとうまく使っていきたいけど、なんか緑の強化がめっちゃ出てくるな。これちょっと緑のデッキ作りたくなっちゃうぐらいのね、感じの、だけど。うわ、待ちか。ちょっとな、このパック買い漁るか。そうしようぜ。ちょっとあれだ、塩のあれで3枚欲しくなっちゃった。ちょっと次の、あれだ、パートまでに、もしかしたら、とんでもなく、カードを買いまくってる可能性があるんで、ちょっとそこはね、ご了承いただきたい。つうわけで2年生、最後の一人はこいつだ。あとなんだっけ、赤倒した、紫倒した、緑だよね。なるほどね。よろしくね、にじみや。私は、川崎風子。メインで使ってな、緑属性よ。だから緑の女性キャラってすげえ珍しい気がするんだよな。ストライカーでしょ？で、緑が、あ、でも、そうだ、そう。珍しくねえわ。普通にいたわ。はい、よろしくお願いします。柏木先輩。ちっかーえ？すいません、ちょっと裏声でちょっと気持ち悪いかもしれないですけど。柏木先輩じゃなくて、風子先輩。光とアクトのことは名前で呼んでるんだから、私も名前で呼びなさいよ。あ、やば、あれだ。仲間外れにされてる気分なんだな。すごいなんか、あれだよね。仲良くしてくれる。すごい距離の詰め方が近いですね。同じ2年なのに、一緒だけ見落ちちゃうとなんか距離を感じるでしょうか？いいわね。ぐいぐい来るやん。ええやん。は、はい。風子先輩。先輩。おー、なんか来てるわ。感じだからね。なるほどね。なんか雰囲気味わっときたい系女子か。やっぱ進級したからにはこうじゃないとね。え？ちょっとまあまたちょっと変なやつかもしれないな。なんだ柏木、お前そんなに後輩が欲しかったのか。当たり前でしょうが。まあ先輩だからね。先輩風を吹かせたいんだ。私は進級したからには先輩として後輩にあれやこれや世話も焼いて面倒を見てあげたかったの。おお動揺してますわ。それなのに副部長のやつ次から次に入部希望を蹴ってくれちゃって。だからあれか、誠実さんにあんなにちょっと当たり強かったんや。私はもう来年までうちの新入部員は来ないんだと。2年生になったけど後輩はできないんだと。どれだけ悲しい気持ちでいたか分かってんの部長。そうか。それは、そうだったんだよな、多分。まあな、三つぐくんはもうなんか、東也くん
が来て嬉しかったと思うけど、なんか、だいぶ、なんか、偏った愛情を持ってそうやな。まあ、お前がそういう思いでいるってことは、俺がとにかく言う必要もなさそうだな。お前が使う緑属性のこと、とにかくきっちり教えてやってくれ。まあ、緑といえば高速だからね。超高速だから。弱いのでもないっての。それじゃあ、にじみや、始めよっか。すごいな。やっぱいいよね、女子のカードバトラーいいっすね。先にやって聞いてたらわかると思うけど、私は3年の先輩方と違ってあなたの入部を歓迎してるから。あ、やっぱあれか、あれ紫とさ塩のあのちょっと闇抱えてそんな2人って、あれ3年生だっけ、2人とも。あんたが部に入った理由なんてあって、なんであっても関係ない。あんたは私の後輩だから、私は絶対にあんたの味方。強そうだね。何でも困ったことがあったら頼ってきなさい。いいわね。なんか部員のキャラでもその当夜の距離がね、近い遠いの差が結構激しいな。まあ後々多分ね、もしかしたらね、紫のあやとなんか黒木さんとか誠実誠司さんがこっちねぐいぐい来るかもしれないからね。ご趣味はとかって聞いてくるかもしれないからね。 ありがとうございます。あんたがシアドイさんを目指す途中で心やってみた感じ、心が折れて部を辞めたいと言っても絶対に辞めさせてあげないから。ちょっと重いな。絶対にって言ってるよ、もう。絶対に成功させる。置いた頃を無理やり元に戻して、私の後輩で位置づけさせてやるんだから。なんか怖いな。逆に。心しておくように。よっぽど後輩欲しかったんだろうな。はい、頑張ります。でもいいね、なんかこっちも活気づけられるね。元気が溢れてくるわ。よし、いい加減、ティーチング始めようか。これでなんかすげえイカサマしてくるような、イカサマしてくる、してくるような、ちょっと意地汚いカードバトラーだったら嫌だな。はい、よろしくお願いします。なんかデッキの一番上固定してるみたいな。緑属性の特徴は何といってもコアブーストだ。コアを増やして手数でこっちを圧倒してくるぞ。展開力で押し切れないよう注意しろ。いやー、コアブーストね、強いよね。で、なんか緑属性ってなんかドローがあんまりないっていう感じだったけど、あれなんだ、命の果実みたいな、最初に出てたカードは結構ドロー要素強かったよな。じゃさっき、じゃ青使ったね。ちょっと次は白銀の記憶で。やっぱね、猛攻には防御耐えましょうよ。でもね、問題は、全然さ、敵がアタックしてこないんですよ。敵が全然アタックしてこないんですよ。なんで、未だにね、ライフが全然減ないんで、いや、もしかしたら、もしかしたらね、ちょっと、またライフ後に、せっかく猛攻って言ってるのにね、展開力で負けないようにって言われてるのに、オッケー。結構じゃんけんしたな。これちょっと何回続けられるか、ちょっとチャレンジしたいな。バトル前のじゃんけん何回続けられるか、ちょっとチャレンジしたいな。スタートステップ。まあ、展開力があるからね、なんだったら。展開力があるから、なんだったら緑の方がね、もうこの時点です。あ、もう出してこないのか。なんだろうね、最初はなんか、そういう制約とかあんのかい。こういう制約でもあんのかな。ちょっと待ってね、ちょっと、椅子の位置を変えます。じゃあ、とりあえずネクサス配置しといて、で、まあ最初はちょっとなんか相手のアタックを誘うか。で、このカードちょっと新しく出てきましたね。選ばれし探索者アレックス。ライフ減少後で、まあ単純に召喚できるんでね。まあちょっとまあ、これセットして、相手の、アタックをちょっと誘発させようぜ。でも何もせずに。もうあえてね、もう、こっちはもう赤いね、旗を下げてるわけよ、こっちは。赤いマント下げてますから。向こうが闘牛のように襲ってくればいいんですけどね。だからもうこっちはもう完全に待ちの姿勢ですから。もうこう、緑でね、展開力使ってこいよ。自慢のその展開力で。お、なんか来たね。パイオニア。出たパイオニア。導きの勝者 B な、めっちゃ出てくるな。これで、あ、出てきた。みんな使ってるね。みんな B な使ってるね。緑の転生カードを1枚と。なるほどね。これで、やっぱ強いなぁ。なにこれ。強行のグランストーン。うわぁ、強そう。転生自分のフィドンコアを。なるほどね。相手のスピード。うわ、アタック嫌だな。こいつにアタックはされたくないな。ちょっといきなり強いカード多いんじゃない？相手の効果によって相手の手札が増えたとき。あ、そうそうそう。そうすればそんな効果あったね。そういえばそんな効果あったな。ありがてー。ありがてえなぁ。タネードね。まあ、アタックしてきてよ、ちょっと。全然アタックしてこうへんやん。じゃあまあ一回、お、来たね。よし。じゃあ一回、じゃあ、相手のスピードを一体手札に戻すか。これで、一回、あ、でも、これ戻しちゃうとまた召喚時効果使えるもんな。どうしよう。まあ一回じゃ残しとくか。
んで、だこっちはまあ、ちょっと小型銃展開していこうぜ。支払ってって、で、これで、まあ、転生スピードはまだな、あと、降臨まだないから、これでまあ、軽くね、一個ずつ払っておいて、で、まあ、次に備えようか。で、これでまあ、次あたりイグドラシル10発動できるんで、まあ、一回ね、このコアを、両方、あれだ、こっちに移動させておこう。レベル3になってなんか、まあ、アタックしてきたらこれでもうブロックしたどうやん。これでブロックしたどうやないのね。まあ、でも、ナイフ減らしてバーストも発動したいしな。もうこっちはもう完全に防御体制は整ってますからね。もう来い、もう来い、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 カモンカモン。もういつでもフォーチュンクッキー持ちながらいつでもこっちは待ってますからね。効果がね、パイオニアなんかすげえ、なんかこのコンセプトみたいな、俺の構築済みできても入ってるもんね。ボルガこれに攻撃のスピードに置ける。あ、出た。出た。あ、でもねえじゃん。ボタニカイザー。かっこいいね、なんか。なんか、ロックマンとかにできそうな。あ、待って、レベル高っ。レベル、あ、じゃあ DP 高すぎでしょ。あー、しまったな、これ。いけるか?イグドラシグ10いけるか?自分のスピードやっぱブロックだからな。やっぱちょっと使いづらさがネックだけど、待って、これちょっとなんとかしたいな。召喚値。ボイド、これやっぱ強いよな。まあ、こっち出すか。ん?あ、待って。支払って、あ、そうか、コアがね。こっちからあるから。で、コアを、取って、で、召喚しようか。5000からアイテムスピードをテクダに戻すと。あ、まあ、これテクダに戻しちゃってもいいけど、うん、また召喚効果使われそうだよな。どうしよう。んでもこれブロック、レベル1、ライスを持つ。で、ブロックした時やもんね。一回これじゃあ待機しとくか。待機しといて、で、感じか。ちょっとこのスピード厄介だね。いや、ちょっとレベル3でさ、あつか旋風ってやば。アタック時に相手のスピード、うわ、重軌道か。これきちいな。レベル2でアタックしたらさ、これ、2体重軌道支えるってことか。ちょっと厳いっすね。ちょっと厳いっすわ。あ、出た。やっぱ戻さない方がよかったな。ちょっとなんか、周り良くない？やっぱ最後だから、6人目の最後だからさ、ちょっとなんかの強くみ、あ、命だ、命の解説。相手の、自分大学は相手の効果減らず、相手によって自分大学が減った時、そうそうそう。原種、なんか、強化版みたいな感じのカード出てきましたね。で、こっちも、ドローす、相手が手札いたか、こっちもどうできると、ここに来て初登場じゃない?なんだっけ、イグドラシュじゃなくて。え、アタックしてきてよ。はーん、全然、相手めっちゃ、用心すぎるじゃん。ガンガン行くよみたいなこと言ってたのに。何もしてこうへんや。どうする？こっちも小型銃展開して、もうなるべく、行きますか、これ。自分の、ソウルコア。自分で清いから。これちょっと運試しみたいなとこありますからね。どうしよう、これ、こっち出そうかな。アイドンスピードでデッキの下やもんね。ミラージュか。あー、これミラージュ設置しておいてもいいな。ミラージュ設置する？しとく？せっかくコアね、4個あるし。で、これで4だもんね。軽減シンボル4だから。だからこれでもう、これでもセットしよう。で、支払うコストは、まあ、こっちから支払っておいて、これミラージュしとこうか。あ、待って、これバーストもセットできんの？あ、いいね。バーストと、あれだ、ミラージュ別で1枚ずつセットできるんだ。じゃあ、これでいこうか。じゃ、バルバラでいきましょう。ん？待って、あ、そんなに、支払うコストが？ん？コア置く。あ、コア取る。まあ、不足コアは、まあ、こっちから取っておこうか。で、これで、OK と。どうしよう。ちょっとソウルコアをちょっともったいないけど、まあいいや。これでちょっともらっておこう。ごめんね、サポートロボ。ありがとうね。不足コアは、サポートロボで確保と。あ、なに、このビッグイマ、あ、これ超重装甲いいね、これ。相手のフィールドにはシンボルの色の相手の効果を受けない。強すぎでも、スピット、ネクサス、マジックとかじゃないんだ。強いね。で、なんか重装甲でね、ブレイブが追加されたりとかいろいろありましたけども、とうとう。で、これでアタックした時に、あれだよ。相手のスピードでデッキの下に戻すんだよ。これ超強いね。こんなことしちゃっていいんですか？じゃあこれで、じゃあアタックして、アタックし効果いこうか。スピード戻すぞ。これ超強い。で、これで、あんなに、ね。あい、強い。強。しかもミラージュあれから回復したよ。
もう一回ね、デッキの下戻しちゃいますからね。これ超強えな。いやー、いいね。やっぱ X では、天、やっぱこの天が強いんだね。で、これもカタック。で、これで、もう一回戻すと。ナイス。マジで、いいんですかこんな。やっぱ相手のデッキも、それなりに強いからさ。やっぱこっちのデッキも最初から強いのいいよな。デジタルスターター DS のやつとか、マジで最初のデッキとかね、なんか一番強いカードが、そのデッキのキーカードが全然強くないもんな。なんかネクサス配置した、ネクサス配置とかするだけやもんな。イラストかっこいいのにな、全然強くなかったんだよな。こっちやね、なんかちゃんと、イラストのかっこよさと強さが比例してて、めっちゃいいね。つかマジで、この、下にも効果が変え、効果の部分にもイラストが書いてあるカード、マジでいいよな。本当に大好き。大好き。あ、これ、まあ、バースト欲しいな。まあ、もう、あの、コアの数えぐいんですけど。11個あるんですけど。コアの数だけえげつないな。さあ、どんどん来いよ。さあ、いいカード。もうさすがにそんなんだからね。あ、出た、ネクサス。これだ。これ、あ、命、これ見たか、見たい、ちょっと。命の果実のせいってこんな感じなんだ。え？だ、マジでさ、そんなにカードあるんだったら、もっとちゃんと使ってこいよって感じやもんな。そんなんでいいんすか？ちょっと、本気出しちゃおっかな。でもこれでいいんじゃない？もう。もう俺も何もしねえぞ。俺もコア残しておくぞ、いっぱい。はい、じゃあ次のステップ行きましょうね。はい。はい、行きましょうね。相手のダイフの、もう効果じゃないもん。ダイレクトアタックやもん。はい。マジで言ってる？解決する効果。で、こっちで、はい、発動しない。なりません。マジで？もうなんか、ね、うえぇ、フラッシュタイミング、マジック、サイレントボールとか使ってこうへんのかな？なんかね、せっかくそんな効果あるんだから、もうちょっとね、なんかうまく使えようみたいな。やっぱ手抜かれてるな。舐められたもんやね。トーマくんな。トーヤくんな。ちょっと分からせようぜ。ありがとうございました。いいバトルでした。なんだ、結構やるじゃん。めっちゃなんか手抜かれた気がするんだけど。コアもめっちゃあったし、手札もめちゃめちゃあったから、まだ展開できると思ったんだけどな。うん。思ってたよりずっと強かった。この調子でやっていけば大丈夫と。もっと強くなって、副部長を見返してやるわよ。あのな。誠実誠実さんの、もうギャフンって言わせてあげましょうよ、もう。メガネ勝ち終わってやろうぜ。はい。はい。頑張りましょう。手を、余計な折りをしてんじゃねえよ、柏木。おっと、じゃあ私は、これで。さっそうと書いていくな。にじみや、なんかでもいつでも声をかけるのよ。光や、悪党を先に頼ったら、ぶっ飛ばすからね。本当になんか、後輩思いのいい先輩だな。はい、ありがとうございます。今回は無知でよかったわ。後半のこの青と緑の二人は全然めちゃめちゃいいキャラだったね。よし、これで部員の紹介は終了だ。どうや、やっていけそうだ。なんかバイト先みたいな感じ。研修期間終わったみたいな感じやな。うん、多分。どんな先輩がいて自分がどう思われてるってのもちゃんと分かったし。結構人によって違ったもんな。その辺あまり深く考えないよ。誠治さんを基準にするとね、ちょっとメンタルやられると思うから、そこはあんま考えずに行きましょう。要はな、強くなればいいんだよ。そうしたら文句は出ねえし、優位に追いつくっていうお前の目標も達成できる。今は、とりあえずそれだけ考えとけ。そうだね。うん、そうするよ。まあでも、一番いい先輩は、三つぐくんだね。よし、じゃあ最後の俺と勝負だな。あ、出た、本気の三つぐくさんと戦いたいです、そうそう。でも、後々なんかコンボとか決めてくんのかな。ちょっと怖いね、今後が。なんかね、もっと強いコンボとか決められそうで怖いっすわ。うん、でも今んとこはね、全然なんか、やっぱ、研修期間だから舐められてる。今後本気できそうだね。ちょっとね、敵の強さが今後強くなってくると思うんで、そんな強さに、あれだ、立ち向かえるように、パックを買っておこう。ただ、でもな、このパック、カードのパック、マジで、いいカードばっかあるから、バシンダンちょっと冷めほしいな。シド！あ、そう、あ、そうだ、スティールムーン全然見てなかった。ちょっとね、次回以降、もしかしたら、あの、デッキがだいぶ変わってるかもしれないので、ちょっと、まあね、そこはちょっとお楽しみっていう感じですけど。まあ、シオの X では来てほしいな、ちょっと。来い。どうだ、グラモーカ。あ、出た。ゼルドーダークだっけ。これのね、ソードブレイブもあったから、ちょっと使っていきたいね。ストレッチや。なんかね、白のやつとかなんかピンポイントで来ないな。なんか、黄色とか緑はめっちゃ来んだけどな。あと、クロノスね。クロノスめっちゃ来んだよな。
ちょっと待って、お、出た出た、もう一つのクダンウォーカーね。ちょっと今んところちょっと用途がよくわかんない。うわ、出た、いらない。こんな強そうな X ではいらないなんて言えるなんてね。何様のつもりなんだって感じだけど。あと段が1枚来てくる。お、ダークマハジー。いいね。ダークマハジーかっこいいね。出た、もう1枚。このね、アームズくんもね、ちょっとデッキ使えそうなんだよね。カオスペガサドス。やばい、もうこのゲームなんか永遠にやってそう。めっちゃ、あ、出た出た。おめでとう。ありがとう、ありがとう。これはちょっとね、デッキに入れてね、うまく使っていきたいね。でもなぁ、今の、でも結構役満っていうか他の、今のデッキで十分こと耐えてるっていうとこあんだよな。もうちょっとなんか加速とかできるかな。これなんだっけ、これちょっと、自分から得てもライフが減った時、自分で抜くか一枚を手元に置ける。その後自分の手元に系統、こう、あ、行動なんだ。行動はね、あまり持ってないんだ。で、スライムで用ストロンゲスか。自分の相手のスピード。でも、重装甲持ってるもんね。あー、出た。ライセ先生。だ、先生か。これがね、結構先生、こいつも、なんか先生アレクサのこの、ね、スキルウィング、ウィングガンダムくんも持ってんだよな。なるほどね。まぁ、ちょっとね、アポードワゴンのこのデッキとかもちょっとね、このパックさえ開けていれば作れそうなのかね。まあちょっとこのパックのカードはもうちょっと集めてるかも。直に集めて、ちょっとデッキのね、デッキちょっといろいろ変わってるかもしれないんで、まあそこはね、ちょっとお楽しみにしといていただければというふうに思います。じゃちょっとね、次回以降もどんどんバートスピやっていきましょう。ストーリーがどんぐらいの多さかわかんないんですけど、まあちょっとね、ひたすら戦っていきたいなというふうに思います。それじゃあ、今回一応これ、ね、ここで終わりたいと思います。最後まで見てください。ありがとうございました。今んとこね、1パート、2パートでみたいな感じでリズムがありますけど、まあね、今後このリズムがいつ変わるかわかんないですからね。はい、やっていきましょう。